はい、こんにちは、電車太陽です。はい、ということで今回ソーダさんに来てもらっているんですが、今回、はい、こんにちは。ということで今回は鬼滅の刃アドくんと、あと鬼滅の刃テクスチャが入ってるんですよ。それで日輪刀を使ってサバイバルをやっていきたいと思います。イエイ。ということで早速やっていくんですが、じゃあクラフトしますか。やり方なんですけど、はい、チェスト開けますか。まず最初まあ一回って来てください。でまずチェストを開けて、日輪刀とあと皮は必要ないです。日輪刀とあと好きな色の、あと日輪刀の作り方もあるんですよ。あと好きな色の染料を選んでください。そしたら、それ煉獄の刀になりますよ。日輪刀を真ん中に置いて、それで上に染料を置けば、炎の日輪刀の完成です。まあ、攻撃するのはやめましょう。もうしゃがんだだけでこの世が終わるレベルの強さなので。いきなり村あります。いいですね。ああ、忍もいます。忍と富岡がいます。ああ、禰豆子と炭治郎もいます。なんか仲良しコンビって感じですよね、二人とも。ちょい待ってください。あ、そうなんですか？あ、ほんとです。はい。そういえば、そういえばなんか、どっちもこっちに映ってる二人のコンビってなんか、いいコンビな気がします。まずベッドで、スポンジ点決めましょう。まず自分、家にしたところに土を置きますね。なぎ強いです。あ、炭治郎がよく見えますね。あ、煉獄の言葉ですか？いや、煉獄ほんとかっこよかったですよね。すいません、警告どこですか？あ、はい。一回自爆して戻ってこれますかね。あれどこでしょう。あ、いました。あ、そっちの方角ですか。了解です。はい。自分実はあれ、ついさっきの煉獄の技で自分がやられた時、装備がめっちゃ壊れたかもしれません。あ、生きてる村かもしれません。はい、ちょいなぎ使います。自分ここ拠点にします。村人いないです。すいません、場所が分かんないので行けません。うわっ、村人がやられてます。めっちゃ、あ、戻ってきてます。ちょっと落ちたせいで。あれは狙われてる予兆が。あ、村人がやばいです。あ、やばいです。自分村人攻撃して
ちゃいました。ヒノカミカグラ。ゴーレムさん、自分に勝てるとでも。あ、攻撃されません。優しいゴーレムです。おお、あ、クリーパーです。村超でかいですよ。超でかい、なんかサバンナの町にいます今。まあ、町というか村です。あ、あれスキン今どこですか。やばいです。村が滅びたかもしれません。一応見に行きます。何ですか？あー、はい。サバンナの村です。超でっかい爆発してますよ。近くに。それがあったら多分自分の村です。村人全員ほぼ全滅しました。いや、ほんと、やばいですよ。鬼滅の刃アドを入れると一瞬で街が破壊されます。結構村ですね。あ、自爆しました、自分。チェイ、村人避難させなければいい。あれ、なんか、鐘の音聞こえました。はい。ゴンゴンゴンって鳴らすやつです。村人。あー、ハスクですね。それ、砂漠にいますよね、今。砂漠ということがサバンナ、砂漠ということはサバンナが近くにあるって意味なので、多分、近いです。よいしょ。あ、会いました。ここです。自分の目させてください。よし、まあじゃあ今回のスタートということで、まあ今日はこれくらいでありにします。それどう